みんな聞いてくれ。もう本当にこれだけは聞いてくれ。マジでみんなにおすすめしたいものがある。こんにちは、佐田裕です。はい、ということで今回ですね、ちょっと最強のものを見つけてしまいました。知ってる人いるかな？僕がめちゃくちゃ好きな食べ物があるんですよ。それが明太子フランス。マジで大好き。高校の時からもうね、購買のパン屋さんで明太子フランスを買って食べてたんですけど、もうそれからもう大好きで大好きで、スーパーのパン屋さんとかでもね、見かける時にはね、買っちゃうんですよね。本当にどうにか家で作れないかなとか思っても、やっぱり明太子揃えるの大変だし、そのペースト作るの大変だし、結局できなかったんですけれども、そんな僕にとって神的存在のものを見つけました。それがこちら、じゃん、こちらたらこスプレッドでございます。これですね、カルディでしか売ってないんですけど、このたらこスプレッドっていうものがまた発売されたということで、結構人気らしいね。俺知らなかったんですけど、なんかツイッターで回ってきて、これを塗ってトースト、まあパンを焼くだけで明太子フランスができるということで、まあ食べてないからまだどんなもんかわかんないんですけど、こいつがどんなもんなのかちょっとね食べていきたいと思います。ってことで買ってきましたよ、フランスパン。もうガチなやつ買ってきたから、なんていうの、その洋画とかで見るさ、こういうやつこういうやつ買ってきたから、初めてだよこんなの買うの。こんな硬い？パンだ。せーの、よいしょー。なんかマーガリンですかこれ。めちゃくちゃマーガリンみたいな感じなんだけど。お！これは期待大よ、期待大これは。めっちゃ美味しそうすぎる。じゃあちょっと早速さ、もうトースターもここに用意してあるから、こうやってね、もう用意周到なんでございます。これを早速焼いて食べていこう。怖っ。これ包丁できるもんじゃないもんね。だってね、歯ダメになんないか怖いな、心配だな。いったいったいった、意外といけたわ。うぅ怖い。この野郎って思いながら切ってます。よっしゃ、こんなもんでいいか。切ったねー、テーブルの上。怒られちゃう、怒ってる。あ、柔らかいな、結構案外柔らかいかも。見て、最高じゃんこんなの。これ焼いたらマジでうまいでしょ。やば、テンション上がる。これ完全にお昼ご飯だからね。今もう3時過ぎたんですけど、まだ食べてないんで、これお昼ご飯にして食べていくわ。じゃあ最近ね、まあ、これ文句じゃないんだけどさ、ちょっと疑問に思うことがあって、これなんか誰かがツイッターにさ、食べ物の写真とかあげると、太るよってリプする人いるじゃん。お昼ご飯とか食べてるだけなのに、太るよって送るのって、なんで、なんか前話したっけこの話、なんでだろうってすごい思ってて、じゃああなたたちはご飯を食べないで生きてるのかな、そういうことですかってたまに思っちゃったりするんですけど、だからご飯の写真別にあげたっていいと思うんだよね、ほらね。多分今日の動画のコメントにも書かれるんだろうな。だから太ってるんだよ、そんなの食べたら太るよって。いいじゃん、お昼ご飯なんだよこれは。え、めっちゃ薄いよ。めっちゃ薄くまんべんなく塗ってますから。さあお前たち、灼熱のトースターの中へ行ってらっしゃい。美味しくなるんだよー。ゴー、待ちまーす。待って、美味しそうすぎ。待って、美味しそうすぎるでしょこれ、やっぱ。あー、あー、美味しそう。せーの。あれ、チーンって言わないのこれ。言うよね普通。おー、はい、とまあ今こんな感じで焼き上がりました。うん、焦げたね。まあちょっと焦げたけど、そんなところもいいよね。うわ、絶対うまいこれ。だって、じゃあもういいですか、いただいて。もう待ちきれないんで、それでは早速いただきまーす。いた、いや、まあさすがに終われない、さすがに終われない、これじゃ食べないと。いただきます。
これはやばいわ、マジでうまい。本当に明太フランスそのまま。辛味っていうのはね、あんまりない。正直たらこペーストだから辛味自体はそんなにないんですけど、やっぱこの味と風味とバターのいい香りが、あーたまらん、本当に美味しい。これマジ朝食大革命だわ。あ、焦げてる方かもそれ。これ来たでしょ、マジうまくない？なんか言えよ。おいしい。これをさ、こうしてさ、この中に明太子だよね。それだよ、それそれ。この間よ、間にさ、こう詰めるのがやっぱり、え、パン屋さんとか全部そうじゃん。来たよ。やっぱこれでしょ、明太フランスといえばこの形。明太フランスといえばこの間に挟んでいくスタイルだから、やっぱり。いやー、美味しそうですね。ただ熱くて全然触れませんね。このままいけばいいのか。さっきの方が好きかな。ごちそうさまでした。